はい、どうも、池です。今日はタイトルとかサムネにもなってると思うんですけど、雑談していきたいと思います。ゆるい感じでお話をしていきたいと思っております。はい、であとは今画面出てると思うんですけど、これ見てもわかんないかもしれないけど、ザ・ベスト・ブルナシー2023の、ライブレポート撮ってると思うんですけど、その時は、いつもと違って写真を載せておりませんでした。で、アンケートで写真載せてほしいですかっていうアンケートを取っておいて、まだその写真を一切掲載していなかったので、この動画で、ね、その写真を、載せていこうと思います。で、ライブレポートを撮った時に、そんなに写真撮るとこなくて、そんなに写真撮ってないよみたいなことを多分言ってたと思うんですけど、フォルダ開いてみたら意外と撮ってた。うん。なんで一応もう全部載せます。似たような写真が何枚かあったりとか、なんかよくわからん写真とかもあったりするんですけど、とりあえず一応全部載せます。はい。なんでよかったらまたね、もう今更ですけど、ちょっと会場の雰囲気をここで味わってもらって、はい、ゆっくり見ていってください。はい、というわけで、あとはこれもタイトルになってると思うんですけど、今日は、このチャンネルの方針についての話をしていこうかなと思っております。というのも、最近このルナシーのライブのレポートとかでちょこっと人が増えたりとか、あとはなんだかんだね、のんびりダラダラやりながらも、もう最初の動画の投稿してから4年ぐらいもう実は経つんですよ。4年やってる割にはチャンネル登録者数少ねえだろうとか、そういういろいろ意見はあると思うんですけど、その辺についても話をしていこうかなと思っております。そしてね、なんだかんだね、動画の投稿本数見てみたら、もう1000本近く出してるんですよ。こんなに見てる人少ないのにようやるなぁと我ながら思うんですけど、でもね、あくまでこれは別に仕事としてやってるわけじゃないし、僕がやりたいことをやってるだけなんで、別に何にも苦じゃないんで、1000本出しても別に苦労はそんなになかったかなと思っております。動画作るのはある程度大変なこともありますけどね。はい。で、そんな動画についての方針、チャンネルの方針についての話をしていきたいと思います。はい。で、まずですね、僕が YouTube に動画を投稿しようと思ったきっかけ、その前段階の話もちょっとしていこうかなと思います。で、僕もともと音楽をやっていきたい、音楽を作りたい、アーティストになりたいっていうのがあって、結構自分で何か物を作ったりとか何かを発信したりっていうのが、結構好きだったんですよね。で、そういった経緯がありつつの、ちょっと先にまた進んで、ミクシーをやってたりとかして、でそこでもライブレポートを書いてたりしてたんですよ、ルナシーの。ルナシー以外も書いてたと思うんですけど、で、ライブレポートをずっとこう文字にして書いてきていて、で、ある日ですね、多分2019年の夏休みじゃないや、ゴールデンウィークの頃に、かなり詰め込んでライブを行こうと思った時期があって、そのゴールデンウィーク前後の時期だけで、多分10本、20本ぐらいのライブに行ってる時があったんですよ。で、これだけ一気にバッでライブに行くんだったら、なんかそれを動画にしてみたら面白いんじゃねえか、こんなにライブ行ってるやついないだろうし、それを動画にしたら何か珍しがって見てくれるんじゃないか、でもしそのライブに行くことによって動画にしたものが再生回数伸びてお金になったらいいんじゃねみたいなところから実はスタートしてるんですよ。はい。でそこからスタートしていろいろやるようになったんですけど、実は最初の頃僕あんまりルナシーを動画の中でこうガンガン話したりとか、ルナシーを推しているみたいな感じのことを特にやってなかったんですよ。むしろあんまり出さなかったんですよ。これ実は理由がありまして、まず僕の性格についてのちょっとお話をしていきたいんですけど、僕は実は石橋を叩いて壊す、そんな性格なんですよ。はい。どういうことかというと、よく石橋を叩いて渡るみたいなこと言うあるじゃないですか。石橋を叩いて渡るんじゃなくて、僕は石橋を
叩いてぶっ壊すぐらいの勢いでガンガンやって、それでも壊れなかったら渡るよっていうぐらい用心深いというか、はい、の限りなくリスクをゼロにしてからじゃないと先へ進まない人間なんですね。うん、でその当時僕が YouTube やる前というかやり始めの頃というかの YouTube のイメージって結構アンチだったりとか、なんか叩かれたりとか個人情報がみたいな、いろいろね、なんかそういうイメージがあったので、 YouTube に投稿していくのって結構リスクがあるんじゃないかなと思っていて、でもしその中で俺はルナシーが好きなんだみたいなことを言おうものなら、なんかそこで叩かれたりとか、まあ、自分が叩かれる分には別にどうでもいいんですけど、ルナシーについて何か叩かれるようなことがあったら嫌だなと思って、それで最初の頃はあんまりこうルナシーっていうのを押して動画を出してなかったんですよ。うん、でなんですが、まあ、やっていくうちに、まあ、別に、まあ、登録者数も別にそんな多くないし、まあ、アンチがつくようなこともないだろうし、まあいいかと思いまして、そこからまあルナシーについてこうガンガンいろいろ話をしていくようになったんですよね。うん、という感じで、まあ、今のスタイルになっております。はい、であとはまあ、チャンネル登録者数についてというかの伸びとかについてのお話なんですけど、まずですね、僕そんなに、まあ、さっきもお話しした通り石橋を叩いて壊す性格の人間なんで、まずリスクを恐れてるんですよ。でやっぱりチャンネル登録者数が増えることによって見てくれる人は増えるっていう、もちろんメリットはあるんですけど、やっぱり興味が薄い人だったりとか僕のことを知らないとか、もっと見るようになるとやっぱりそれに応じてリスクって出てくると思うんですよね。なんだこいつって思うやつはいる、やつってか人はいるだろうし、で、まあ、僕の動画に対してイラッとしてアンチになったりとか叩いてくるような人も出てくるだろうしっていうのを考えると、まあ、登録者数をあんまり極端に増やしたくないんですよね。うん、でもまあ可能であれば、まあ、収益化ができるようになる1000人はいずれ超えたいなとは思っております。うん、そんな感じでやっているので、なんで僕はこう極端に伸びるような動画を出したりとか、目を引くような動画を出したり、バズったりするような動画を出したりとかは基本的にはする予定はないです。多分する、これから先もするつもりはないです。ただまあ、ある程度動画の再生回数とか伸びてほしいっていうのはあるので、まあ、ちょこちょこ、まあ、釣りじゃないけど、まあ、ちょっと目を引くようなタイトルつけたりとか、サムネを作ったりっていうのは、多少なりともしていくとは思います。はい。で、あとは、出している動画についてですね。はい。で、昔から登録していただいている方はご存知かとは思うんですが、僕が出している動画って結構いろんなバラバラなもの出してるんですよ。まあ、一番のメインコンテンツは僕はルナシーのライブだったりとかのレポートとかの、まあ、ルナシーに関することが、まあ、ほとんどなんですけど、まあ、それ以外にも他のライブ行った時のレポートだったりとか、他のアーティストに関するお話だったりとかも出すし、まあ、ほとんど見てる人いないですけど、まあ、ゲームの動画を上げたりとか、まあ、それ以外にも、まあ、携帯の話だったりとか、あとはまあ家電製品の話だったりとかもちょこちょこ出してるんですよ。はい。で、まあ、そもそもこのチャンネルの方針としまして、まずチャンネル名の AK プロジェクトアピースっていう名前があるんですけど、僕が昔アーティストをやってた頃というか、やろうとしてた頃というかに、使ってた名前なんですけど、一応これ意味がありまして、まあ、AK プロジェクトは、まあ、AK のプロジェクトなんですけど、アピースっていう部分ですねに関してなんですけど、まあ、アピースって一かけらとか多分そういう意味だと思うんですけど、まあ、一かけらなんで塊じゃないんですよね。うん、なので未完成なものみたいな意味が僕の中であって、未完成なものであり一かけらっていう意味が僕の中ではあって、まあ、まずその活動をしている僕は未完成であると。で、
最終的に完成形に向かうために活動をしているっていう意味だったりとか、あとはその作り出す音楽だったりとか、そういったものを一つ一つの、まあ、かけらがあって、まあ、その一つ一つが、まあ、僕であるという意味も一応込めて AK プロジェクトアピースという名前でやっております。はい。で、まあ、この YouTube 上においても AK プロジェクトアピースという名前を使っているのは、まあ、僕がやっていることの一つ一つ、まあ、一かけら一かけらの全てをこの動画に込めていきたいっていうのがあって、まあ、込めていきたいというか、まあ、形に残したいっていうのかな、うん、別に見てほしくてやってるわけじゃなくて、自分というものの存在の一かけらをここの中に残していきたいっていうのがあって、まあその中で僕の中にあるものっていうと、やっぱりルナシーがあって、ライブがあって、でゲームもやるし、で、まあ、今までやっていた仕事に関係するスマホだったりとか、まあ、家電製品っていうのも僕の中の一かけらであるし、まあ、そういったものを動画にしていきたいなというのがあって、一応チャンネル名はその名前にしております。はい。で、まあメインがルナシーのコンテンツなら、もっとチャンネル名にルナシーだったりとか、まあそういった名前を入れた方が、ルナシー好きな人にも見てもらえるし、いいんじゃないかって思うと思うんですけど、僕はそれやらないです。絶対に。これもちゃんと一応理由があります。で、やっぱりチャンネル名にそのルナシーとかの名前を入れてしまうと、まあ例えばですけど、僕が何かやらかしてしまった時、まあさすがにそうそうないとは思うんですけど、何かをやらかしてしまった時にルナシーの方にも何かね、悪いイメージがついてしまったりとかっていうのがもし万が一あったら絶対に嫌だから、僕はそういうことはしません。で、まあ、AK っていう名前って RK から来てるんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、全くそんなことはなくて、僕の本名から来ております。はい。で、この AK の名前の経緯も話していくと、まあ、めっちゃ昔の話ですけど、高校3年とか高校卒業したくらいの話になるんですけど、その時に、まあ、友達に勧められてというか、友達がやってるオンラインゲームがあって、で僕もそれをやろうとなったんですけど、その時に名前をつける、まあオンラインのキャラクターに名前をつけるってなったんですけど、オンラインゲームとかをやったことなかったから、どういった名前をつければいいんだろうっていうのが全く分かんなくて、かといって本名は嫌だしなと、でなんかゲームのキャラクターの名前を使うとかも嫌だし、なんかアニメのキャラクターっぽいような名前をつけるのもなんかダセーな、嫌だなと思って、恥ずかしいなと思って嫌だったんですよ。でどうしようと思った結果、あ、じゃあ自分の名前をと、まあちょっと使って、でアルファベットにしようと思って、一番最初は AKI なんとかなんとかみたいな、ね、数字をつけようと思ったんですよ。で実際に名前つけてみたら I が抜けてて AK になってたんですよ。でそれで、でゲームのキャラクターの名前が AK なんとかなんとかみたいな感じになって、それ以来僕は、まあ、インターネット上で、まあ、ミキシーとかそういうのも含めて、名前を出すときはずっと AK でやっているので、もうこの AK という名前に20年ぐらい多分使ってますね。はい。という理由で AK になっております。はい。でまあちょっと話戻しますけど、まあ昔だって最近ないと思うんですけど、昔なんかライブネームとかがあって、なんか自分の名前を川村なんとかにしてとかみたいなことをやってる人いたと思うんですけど、まあそういうのも僕はやったことないです。まあさっきも言った通り、自分がもしなんかやらかした時ね、何かそのアーティスト、まあルナシーやリュウイチだったりとかにもし何かね悪いイメージがついてしまっても嫌なので、だから僕は自分の名前やチャンネル名とかに、まあ、メンバーの名前、ルナシーの名前とかは使いません。これから先もおそらく絶対に使わないです。だから本当に、まあ、ルナシーのチャンネル、うん、じゃあ YouTube でルナシーの名前を入れてるチャンネル名の人がいるんですけど、
まあ、そういう人にね本当に変なことやらかすなよっていうのは言いたい。うん、ルナシーの名前を傷つけるなよっていうのは言いたいし、はい、まあ、これ以上言うとちょっと、なんでもうここまでしておきます。はい、そんな感じで、僕はルナシーの名前とかは使いません。そしてチャンネル方針は、さっき話した感じです。あれ話し切ったかな。実は、ちょっと酒飲んでるんで軽く酔ってます。明日が休みなんでね、はい、酒飲んでのんびりしてます。まあ、本当に今日は雑談ですね。他の話だと、まあ、のんびりちょっとしていこうかなと思ってるんで、まあ、本当に今更ながら暇な人は、まあのんびりラジオ代わりに流しといてもらえるといいかなと思います。はい、でチャンネルの方針ですね、話した、あとはなんだっけ、なんか話したいことがあったんだけどな。あ、そうそう、ちょっと話を戻して、まあ、メインのコンテンツが僕のチャンネルルナシーに関連する話になってるんで、まあ、ほとんどの登録していただいている方がルナシー関係で登録をしてもらっているのかなとは思ってるんですけど、まあ、さっきもちらっと話した通り、僕ルナシー以外のことも結構動画で上げます。はい、なので、まあゲーム関係だったりとか、まあ、そういうのも上げますが、まあ、別に見てくださいとは言いません。まあ、もちろん見てないとは思うけど、実際再生回数も全然伸びてないんで、まあ、別に見られなくてもいいんで、これからも僕はこういったものを全然上げていくんで、ルナシー以外のものも、なんでそこだけはちょっとご了承いただけるといいかなと思います。まあ、それでね、もし、まあ、これから僕の登録チャンネル登録してることによって、まあ、そういうルナシーじゃないものとかガンガン出てくるのがうざいっていうんであれば、まあ、チャンネル解除していただいても全然構わないです。まあ、もちろんね、解除しないでもらった方が嬉しいですけど、まあ、別にね、そんなそういうのがうざいっていうので、ね、それまでして登録していただく必要はないと思うんで、まあ、別にそれだったら解除してもらっても大丈夫です。まあ、その上でね、まあ、僕がルナシー関係ない動画を上げてる時もそういうのを見ていただけるんであれば、チャンネル登録の横になんかベルマークがあって、そこを押しといてもらうと僕が動画なんか上げるたびに通知が行くようになるんで、そういうのもやってもらえると嬉しいです。ただ、ね、本当に言った通りルナシーじゃないものを結構上げていく時期によっては、全くルナシーの動画を上げずに関係ないものをガンガン上げる時期もあるんで、まあ、それでもいい方は通知の登録もしてくれると嬉しいです。で、ここでちょっと大きくお話は変わって、ルナシー全く関係ない話になっちゃうんですけど、僕ファイナルファンタジー、まあ、FF 好きなんですよね結構。で、もう昨日かな、 FF16 発売したと思うんですけど、まあ、FF16 は買ってないんですよね。ちなみに、これから先も FF の動画はゲーム動画上げていくと思うんで、まあ、もし興味ある方は見てもらえると嬉しいです。はい、なんですが、 FF16 はまず買ってなくて、 PS5 もまだ買ってないんですよ。まあ、もう結構ね出回るようになったんですけどね、まあ、買えたら買いたかったんですけどね、金銭的にきついんですよね。ルナシーの方に金使いまくってる時期なんで、今ちょっと無理なんですよね。ただ、多分今年っていうか、まあ、次の冬、まあ、12月から2月、3月あたりに、おそらく FF7 リバースっていう FF7 リメイクの続編が出るんですけど、まあ、それは絶対に買いたいんですよね。何が何でも。僕、ゲームの中で一番好きなゲーム、FF7 であり、FF7 リメイクなんですよね。で、一番、ゲームの中でというか、すべてのキャラクターの中で一番好きなキャラクターはクラウドで、で、女性キャラはエアリスなんですよ。っていうぐらい FF7 は好きなんで、まあ、これから先、FF7 リバースが出たら絶対買うし、多分動画も上げると思うんで、もし興味がある方いたら見ていただけると嬉しいでございます。はい、で、まあ、PS5 に関してなんですけど、今まで PS4 とか3とかって、
の例えば FF7 とか FF13 とかのバージョンの本体が出てきたじゃないですか。だから FF7 リバース仕様の PS5 が出るんじゃないかっていうのをかなり前からずっと期待してて、で FF716 が出るのもどっちが先に出るのかなと思ってて、で16が先に結局出ちゃって、でまあどうしようかなと思ってたんですけど、 FF716 ってなんかキャラクターがね、メインキャラクターがおっさんくさいんですよね。で僕昔から結構 FF とかの RPG やってるんですけど、昔の RPG って主人公って大体少年とか青年じゃないですか。なんかおっさんくささがないんですよね、若者みたいな感じなんですけど、今回の FF16 ね、おっさんくさいんですよね主人公が。だからねあんま好きじゃないんですよね、ゲームの中でぐらい少年でいたいみたいなね、そんな夢見るおっさんですが、はい。なんでね、ちょっと今回 FF16 は、発売日には買わないです。まあ、もう買ってないですけど、実際。まあ、いずれ FF16 もやるとは思うんですけど、まあ、FF7 リメイクじゃないや、リバースが出て、まあ、そっちをやってからかな。そうすれば、16自体も安くなるだろうし、まあ、そのタイミングで買おうかなと。持っております。で結局 PS5 ってなんとか仕様みたいな本体多分出ないっぽいですね。 FF16 が発売した時に PS5 の本体用のカバーが発売されて、 FF716 仕様ので、それ速攻で売り切れちゃって、もう結構メルカリとかで転売されてるっぽいんですけど、それが出ちゃったのを考えると FF7 リメイクじゃないやリバースの時も多分 FF7 リバースも リバース仕様の PS5 って出ないのかなと思ってて、 PS5 用のケースだけになるのかな、どうなんだろうね。それも含めて今のタイミングで PS5 を買いたくないんですよね。まあ後々売っちゃえばいいんですけど、なんか嫌なんですよね。なんで僕は PS5 を買うのは PS じゃない、 FF7 リバースが発売するのと同時のタイミングで買おうかなと思ってます。 FF7 リメイクの時も FF7 リメイクと PS4 の同梱版が発売されてたんで、まあ、FF7 リメイク仕様ではなかったけど、箱は一応 FF7 リメイク仕様になった。でまあそういうのが出てくれるといいなと思いつつ、次の冬あと半年後ぐらいまでのんびり待ってお金を貯めていこうかなと。まあただその期間中ずっとルナシーのライブがあるんで金がどんどん飛んでくんだよな。 PS5 代貯まるかな、6万円か。でゲームもあるから7万円ぐらいになるんだろうな。でなんか他にもいろいろグッズ買うだろうからもっと飛ぶんだろうな。というわけで今年はお金がいろいろ飛んじゃいそうなので、貯めていかないといけないんで頑張っていきたいと思います。はい、というわけでまあ話は大幅にそれましたが、今日はほぼ雑談会でした。まあチャンネル方針とかね、そういうのもお話しましたが、まあ楽しんでいただけたらよかったかなと思います。はい、というわけで酔っ払いの雑談でした。バイバイ。